皆さん、こんにちは。このビデオは日本語能力試験 N5 練習問題、文字語彙のナンバー8です。じゃあ、始めましょう。問題1。河川の言葉はひらがなでどう書きますか？ 1、2、3、4から1番いいものを一つ選んでください。考える時間は10秒です。答えは2番、南口。駅の南口で待っています。南口、South Exit or South Gate。 駅の南口で待っています。駅の南口で待っています。答えは3番、前。学校の前にレストランがあります。学校の前にレストランがあります。答えは2番、旅行。いつか、someday。 世界旅行がしたいです。世界旅行、World Trip。 いつか世界旅行がしたいです。答えは4番、木曜日、Thursday。 今日は木曜日です。今日は木曜日です。答えは3番、売って。どこでタオルを売っていますか？売ります、 to sell。 どこでタオルを売っていますか？答えは3番、多い、many。このホテルは部屋が多いです。There are many rooms in this hotel。このホテルは部屋が多いです。問題2。河川の言葉はどう書きますか？ 1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください。考える時間は10秒です。答えは4番、古い。この牛乳は古いです。この牛乳は古いです。答えは1番、買います。買いますの漢字。デパートへ靴を買いに行きました。デパートへ靴を買いに行きました。答えは2番、飲み物。Drinks。 一番好きな飲み物は何ですか？あなたが一番好きな飲み物は何ですか？
答えは3番、新しいパソコンを買いました。4番の漢字も新しいの漢字です。でも、ひらがながダメです。新しいパソコンを買いました。答えは4番、クリスマス。クリスマスに何をもらいましたか？クリスマス。クリスマスに何をもらいましたか？問題3。括弧に何が入りますか？1、2、3、4から一番いいものを1つ選んでください。考える時間は15秒です。答えは2番、聞いて。妹は部屋で、in the room。 音楽、music。音楽を聴いています。妹は部屋で音楽を聴いています。答えは1番、隣、next。花屋の隣にコンビニがあります。コンビニ、コンビニエンスストア。花屋の隣にコンビニがあります。答えは3番、電話。父に電話をかけます。電話をかけます。Make a phone call or give a phone call。父に電話をかけます。答えは4番、公園。昨日、yesterday。 公園で、in the park。 野球をしました。野球、ベースボール。昨日、公園で野球をしました。答えは2番、下。カバンは机の下にあります。カバンは机の下にあります。Under the desk。 カバンは机の下にあります。1番の漢字は上、3番は中、4番は右。カバンは机の下にあります。答えは4番、午後、PM。学校は午後4時に終わります。学校は午後4時に終わります。問題4。下線の文と文、sentence。だいたい、almost。同じ、same。意味、meaning。意味の文があります。下線の文と大体同じ意味の文があります。1、2、3、4から一番いいものを。
1つ選んでください。考える時間は20秒です。毎週、every week、土曜日に、on Saturdays、テニスをします。So, every Saturday, I play tennis. この文と大体同じ意味の文は、4番、土曜日は、on Saturdays、いつも、always、テニスをします。4番が正しいです。答えは4番です。毎週土曜日にテニスをします。土曜日はいつもテニスをします。私の誕生日は12月30日です。この文と大体同じ意味の文は、私は12月30日に生まれました。生まれます。To be born. So, I was born on December 30th. 私の誕生日、My birthday is 12月30日です。私の誕生日は12月30日です。この文と大体同じ意味の文は、私は12月30日に生まれました。3番が正しいです。今日はここまでです。お疲れ様でした。